はいどうも、ヒコポン、心の声です。バトルリーグ再開2セット目になります。前回は1勝2敗。出てくるポケモンを見るに、バトルリーグ停止までの環境と違う感じもしなくはないが、ボロ負けするまで、今のパーティーで続けてみます。また、クレセリアか。前回草結びを食らったので、今回は絶対ヒールド案件です。草結びを防げば、ラグラージュでもやれるはず。回転の速いハイドロカノンで削っていきます。ここでクレセリアのゲージ技草結びだな。まさかのムーンフォース。草結びより遅いムーンフォースを打つってことは草結びは持ってない。このままハイドロカノンで押し切りたい。しかしラグラージでクレセリアと当たったらまずシールド貼るよな。この初手クレセリア多い状態だと初手ラグラージ考えないとかもです。と言っても変えたら変えたでマッチング変わるのがバトルリーグなんですけど、白熱させたいのか確率調整なのかこの辺なんとかならないかなと思う。前に言ったように開始前に10秒ほどパーティー選べるようにするとか。いいぞあと一発。草結びはないと分かったのでここはノーシールドで。未来落ちこんな効くのか。シールドとがラグラージを残させたくないのだろうか。ならばシールド使ってでも残してみよう。攻撃が下がった。やっと倒しました。ルカリオ、ハイドロカノン一発食らわせればかなり出るはず。防がれてしまった。クーギラピナはシャドーボールに弱いし、ベジスチルは格闘技に弱い。通常技でゴリゴリ削られるよりはギラピナだろう。まあ消去法でギラピナだ。やはりシャドーボール。ショテラグラージはクレセリアで封じられ、ギラティナ、ベジスキルはルカリオで対応できる。私のパーティーにうってつけだ。なんか止まった。間に合わず。そしてグローパンチか。完璧である。あっちょっとしか減らない。いけるかと思ったけど攻撃力上がった。通常技が恐ろしいことに。ラスターカノン打ってさっさと倒します。ついくんだと珍しいパターンだ。鋼技と格闘技どっちがいいのかわからないので鋼で襲う。効果今一つでした。スイ君のゲージ技は何だろう。バブル光線。ちょっとしか減らない。いけるか。うわ攻撃が下がるのか。頑張れレジスチル。再びラスターカノン。タイムアップ。
気合玉だったらどうだっただろうか。これはやばいやつだ。問答無用で交代案件です。ゲージ技打ってくれた。とりあえず良かった。ここはノーシールドで大丈夫でしょう。このままではダメと判断したのでしょう。交代してきました。ベントラー、対面するのは初めてぐらいです。ベントラーもギラティナなら大丈夫なんじゃないかなと思うでしょう。ドラゴンクローも悪くない。ギラティナは残さないとなのでシールド使います。危ね、弱点疲れるところでした。噛み砕くなんて覚えてるのか。うわ、噛み砕く絶対打つなんだ。こちらはギラティナ絶対残したいなんだ。やった、通常技で倒せた。次だ。これはいい流れかな。もう一発。お相手ゲージ溜めたな。レジスチルなら大丈夫。強い具合にゲージを貯められた。ゲージ技受けた後にラグラージ投入すればより有利に戦えるかな。このラスターカノンの減り次第です。おお、結構効く。レジスチルで押せそうです。うん、大丈夫。シールド使わず諦めたようです。次です。ギラティナ、ちょっと対面不利だけどいけないことはない。たまにはブラフなるものをやってみよう。ブラフ失敗です。やはり私らしく最初から自信にしとけばよかった。次は自信で。受けていく。もう一発ラスターカノンを打ちたい。空最後にもう一発打ちたかった。ここはギラティナで。ゲージ技食らう前に倒せてよかった。うわ、厄介なの出てきた。戻れギラティナ。
これは悪くなさそう。鋼か格闘か。格闘は悪に強いけど、毒はどうだったけか。まあ鋼で行ってみよう。悪の波動はそんなに減らない。ラスターカノン結構効きます。よし、撃てた。シールド使ってくる。ベトベトンの通常技が地味に効いてる。トゲキッスのためにレジスチルを残したいのでシールド使います。うー、まだ残しますか。私もレジスチルを残したい。早っ。こうなってくると悪の波動も痛い。倒した。面倒なやつだったぜ。ベトベトンにまんまとやられちゃったな。どの程度まで減らせるかやってみます。頑張った。4戦目です。初手トゲキスクレセリアが多い印象です。まあ私は戦わず勝てて嬉しいんだけど。次です。5戦目、ファイナルバトル。メルメタル、厄介なの来たぞ。バカ力の打ち逃げが怖い。どうせ交代するならバカ力を打ってからにすればいいのに。いやゲージを貯めたのか。そしてクレセリア、ここでクレセリアなら今度こそ草むすびでしょう。一度痛い目見るとずっとブラフが効いた状態になるから怖い。まあ数日すればリセットされますけどね。てへ、クレセリアの草むすび怖いし、他のゲージ技も普通に効くので、ここはレジスチルに交代。相手が交代できない状態って、ほんと有利です。まずまずです。オッケーです。ラグラージだったらこうはいかない。攻撃が下がった。よく下がる。またお前か。悪の波動自体大して効かないけど、技の出が早いのでゴリゴリ削られる。クレセリアのためにここは残したい。
うん、ここはどうする？シールド使おう。シールドがない状態は無防備でほんと危ないけど。うわ、ここでやられたらシールド使った意味が。ラグラージュにさっさと交代しておくべきだったか。しかしラグラージュはメルメタルに当てたいのだ。危ねえ、耐えた。次で終わりだ。マジか、あのタイミングで交代受けするとは。もうダメだ、終わった。ギラピナで技受けしようとするも失敗。実証、今一つでやられちまった。ゲージが溜まっているラグラージュを出す。自信で一発と思ったら相手シールド残って、たまにはブラフを使ってみるか。相手多分すごい悩むだろうな。これはバカ力かな。岩なだれ、防御下がるのを恐れたか。一発逆転のブラフ、これでシールド使ってくれないと困ります。ただこの状況でシールド使わないのはすごいメンタルです。だよね、私も使ってしまうと思うな。撃たれちまった。あれぐらいならハイドロカノンで大丈夫だっただろうか。覚えてないっす。いたった。これで終わりだ。マジかー、とっておきの自信が。よし、間に合った。クエセリアが間に入ったのでゲージを貯められたのか。おっしゃー、ラグラージさん残しといてよかった。いや、まだいた。まだまずいぞ。レトルトンがギラピナがやばい。あら、一発。最後にラグラージさん獅子奮迅の働き、ほんと優秀です。ちなみにこのラグラージは茎勝負公園でゲットした思い出のポケモンです。思えばラグラージのコミュニティデイはもう1年前になるんですが、月日の経つのが早すぎる。一回謎の勝利があったおかげで3勝です。勝てば良いんです。チートはダメだけど。報酬のポケモンは容疑です。おう。さあ、テレートはどれぐらい上がったかな。3勝しても少ししか上がらない。ダミだこだ。